はいどうもピョキンです。今日ですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコースなんですけど、ちょっと面白い情報がありまして、トロールコースを作る王者キングブリングさんっていう方がいると思うんですけど、その方がね実況してたんですよこのコースすごくないと思って、いやそれもですねリスナーさんがですねキングブリングさんのチャンネルを見つけましたっつって、でそのキングブリングさんのチャンネルを覗くとスーパーマリオメーカー2をね4つだけ実況してたんですよ。その中にこのコースがあったんですよね。いや僕ねキングブリングファンとしてぜひやっておきたいなと思って、早速このコースやっていきましょう。いやめっちゃ楽しみだね。あのキングブリングさんがするコースだったら絶対面白いと思うんですよ。さてここはまずキノコが左に出てきましたけど、あの左のキノコを取らないけん感じでしょ。あ、でも何回も振ってきてる感じ。あれやべえそこやべえ、このキノコの山いやこんなに揺れすぎやいけんか最後に大砲で殺すという、もう面白いね、もう面白いよこのコース。待って、なんで今ブロック貫通したんだろうね。いや待って、マジ意味わかんねえ。何このブロック貫通するんだけど、これなんだろうね。まあキノコを取っていったらやられたんでね、キノコを取らんでいきましょう。で速攻謎解き感マックスだね。これ上行ったらいけないと思うんだよな。ここバブル降ってこないでしょ。なんで一旦このハテナブロック開けます。うわーどういうことこれ、これは何、頼む何かあってくれお前か待って、じゃあここ下怪しくない、上行ったらダメでしょきっと。下行ってみるね。下行ったら何があるんだろう。あなんかあるねこれ絶対積んだ感じだよねうわ出た出た、これ避けます。じゃあキノコ取るしかないよね。キノコ取るよ、取ってみます。そしたらうわなるほど、上に行ったらねバブルが出るのか。でこのまま下行ってパック抜けよう。うわずるいそれはずるいよしかもやられるねえじゃんここ。あボム兵出てきた。じゃあここキノコ取るでしょ。キノコ取ってバブルで氷とか、そして一回当たってからの下、これで合ってるいやむず、ここは難しい。これは何、一回左上行ってみるね。こう、うわ違うのかな。じゃあ P 押してみるね。 P 押して下に行く、こっちで正解でしょ。うわ違うの、えここゴールだよね、左のあの下ゴールだと思うんだけど、ここ一旦 P 押すでしょ。 P 押して上に行く、そう、そしてこの右上のドアに入れる、そんな感じじゃないの。ほっよし待ってわあ何ここ、うわすごい罠だね。このコースの罠マジで読めない、いやいつも読んでないんだけど、いつも読めてないんだけど本当に読めない。じゃあここは P 押すでしょ、そんでジャンプ、そして下に行っていい感じだね。でこっちで合ってるでしょ。いや多分ねこの赤ブロックが消える、あ赤ブロックを消して、で下、そうでしょこっちでしょ、でジャンプ、よしよしうわ出た、こういうオフ押さざるを得ないね。いやここで何もしないで行っていいんじゃないの。なんだお前は待って、このオンオフをしてフラワーが右に来るでしょ、そしてあいつをやっつける、そうなんじゃないの。ちょっと、いや来て来て、いや来て、いや勝つよ勝つよ、あのフラワーを右にやるよ。もうちょっともうちょっともうちょっと、なんだって頼む、あいあいえいえい、やった来た、どうせ取れねえじゃねえか。じゃあここはすぐ左にダッシュしていこう、こっちで正解でしょよしよし、でフラワーを取って、うわチャッカマンする感じかな。いやあいつを倒せばいいのかな、でも甲羅に入ったままだから倒せないよね。どうしよう、一旦下に行っていいパターンじゃない、ここダナイってなんだダナイってなるほどそういうことね、だからここはね左下で鍵取れるからそのままジャンプ、そんでこの鍵の輪に入る。右のクッパ、クッパだったっけ、あれは何だろうね。うわ待って、オッケーオッケーオッケー、うわずる、これ取らないけんパターン、あのフラワーをね真ん中の雲のところで取らないけん感じだね。
だからここの鍵ドア入って真ん中の雲のところ、ここで正解。そうでしょ。で左、よし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 。そんでここは左っていいのかな、左中間ポイント見えるね。多分この中間ポイントは取っておこう。そんでこのなんて言ってるか分かんないけど、おここはシーソーが動きませんね。じゃあこれは下から叩いてみる。上からだったかな、ここ下から叩いて、そうでブロックが壊してくれる感じ。どうせ跳ね返ってくるでしょ跳ね返ってこんのかい。じゃあこのドア入ります。そして次は左に逃げよう。なんかまずい気がするよ。上になんかいるんですよ、ボブヘイかなあれ。うわこのコインめっちゃ怪しいね。取ってみる。いやえ、なにこれ、てれるてってて取ったのいいんだけど、なにこれ死に耐久ですか。新しい死に耐久ですね、これ。ハンマーに当たれってか。これは簡単だね。左に来るでしょ次左、ここ、よし、うまい。で次は右、ここ、いや次左、ここ。ここのドア入ってすぐ左に行って、この土管に入る。こっちで正解だね。右に行ったらダメだったもんね。そしてすぐ左の逃げるよ。どうしよう、ここ多分ね、左下跳ね飛んでるでしょ。あれを取らなきゃいけないっぽいんだよね。あれ怪しいよね。じゃあ一旦上行ってこの P のスイッチ叩いてみるね。はい、うわ意味ないか。じゃあ下行って、この下行ったら多分ダメだよねきっと。あ、やっぱダメだね。じゃあここは左行ってすぐ下で、この羽のブロック取ろっか。ごめん、よしいや全然よしじゃねえ。こんな綺麗に引っかかる。もう一回もう一回挑戦しよう。今度は右で出すね。こっちの方で出します。出せるかな。はい、いや難しいよあの P 出すの。どこで出せばいいのかな。これこれで出せばいいの。消えたやんかいやほんと難しいんだよここ。どこで出そう、ここ。いやいや何その中途半端なやつねえ、なんこまあ今気づいた、このドア入ればいいんじゃない。ほらほら、こっちが正解っていうパターンじゃないかな。で待って、これはいけないかな。いや絶対これ上の針に当たるパターンだね。でも行ってみよっか、絶対当たる。うわやっぱりね。じゃあここのドア入ってすぐバネジャンすれば大丈夫な感じかな。行くよ、はい、よし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 。そんで左上に行って P 押す。あれ違うのかな。うわこっちじゃないのかな。もう一回ドア入ってみよっか。もう一回ドア入って入り直せるかな。あ、来た来た来た、ここで P が押せるんだね。でもあの P をした瞬間ね、ボムヘイが爆発しそうなんで右に逃げます。なんでそうなんの。え、これまずいパターンでしょ。すぐ上に逃げ、うわ出た、ここで死に耐久ですかまたもうこれ地味にきついんだよこれ。だいたいさ、どこにない。それじゃあここは土管に入れないようにしたらいけるはず。よし、で上、ここ上、よっしゃ。でどっち、下行って、こっちが怪しい、こっち怪しいよ。なんか出てきた、危ない。金魚はね避けるんですよ。ここでリンク取って右行こっかな。右行っていいでしょ。うわー左から行く感じだね。だから爆弾で壊そう。うわ見た今なんだよ太陽、ずるくない。そここういうとこにバネ隠すのはずるいって。リンク取って置いたらいい感じでしょ。これでしょ、ここで。そうこれでいけらず、よし。もうほんとここの罠はね、もうすごいすごい、しかもう言いようがないもん。他になんて言えばいいんだろう。下爆弾で壊したらなんかある感じかな。多分ねやられるだけだと思うんだよね。なんでこの右って、この辺ゴールではないか。さっきなんかゴールっぽいのあったんですけど、どうしよう。このねドアにどうにかして入る感じだと思うんだけど、わかったわかった、これ上行ってヒップドロップするパターンばい、きっと。なんでここ下降りるでしょ。でヒップドロップして土管に入る。土管じゃねえ、ドアね。いやこれで合ってる。うわこれわかったの僕の。でここは当たらなきゃいけないね。イエイって書いてるんですけど、これ罠かな。あ、いや違う、こっちで合ってる。ここはうわ難しい、多
分パワーブロックで倒すんだと思うんですけど、近くに行ってみようか。近くに行っても何もなんない。これはなるほど、そういうことかまだね、今中間ポイント1個しか取ってないからね、結構まだあると思うんですよ。いやでもね、このコース本当に楽しくて、まだまだねしたいからね、中間ポイント2まであってね、さらにね、あのどんどん僕をね罠にはめてほしいんですけどね。それじゃあここは一旦パワーブロック出して左で、パワーブロックで叩いてすぐ右に行くよし絶対なんかパウね、あの叩いた瞬間金魚とか落ちてきそうだったんですけどね。ここはさ、え待って、左下に行けってこと？パウ叩いて、いや多分そんな感じだね。そしてファイヤーを手に入れれるみたいな。本当にこのコース神コース。いつもさ、僕動画の題名っていうのかな、カッコトロールから始まると思うんですよ。あれね、トロールのコースをねやってますよっていうイメージなんですけど、今回ね神トロールでもいいかもしんないマジで、ほんと神トロールだよ。ここなかなか出会えないね、こんなコース。パウを叩いて左に行ってファイヤーが取れる、よし、そんで右に行く感じでしょ。オッケーオッケーオッケー。いやこれで正解だったんだね。いや絶対分からんやろって話なんですけど。そしてここ溶かすでしょ。でどうしよう、あれこれはどっちが正解なんだろう。あ、上部分言われてる。下は、うわ下行けないよね。うわ下行けないし、うわじゃあ上しかないね。ここの氷にね挟まれたら絶対やられるんでね。じゃあここの青土管に入ったら、うわうわこれ死に耐久ですか。いや面白いよ、今日2度目だね。うわどんな感じなんだろう、なんだこれどうすりゃいいんだってこれは。あれ、あ上のブロックを爆弾で壊す感じだね。そしてどんどん右に行けみたいな、そんな感じでしょいや今のは分かんない。いやびっくりしたマジで。てっきりさ右の方に行ってリンカいっぱいあったからね、何回もね爆弾で壊していけみたいな、そんな感じだと思ったんですけどね。あれあら、え、なんかさっきと違うくないこれ。あらちょっと待ってね、一旦右行ってみていい、これ右行ったら何かあるのこれ、キノコ。あ、もしかして今ので正解だったパターンじゃない、ルート的に合ってた感じでしょ何ここ、もう一回中間ポイント戻ったやんか。え、どうすりゃいいのここなるほど、土管に入ったらいけなかったんだねきっと。だから一旦ねここでやられていいと思うんですよ。ここでやられた次だね、こっからがねさっきと違うんだよね。なんで土管に入ったらいけないと思う。だからここに土管に入ったらいけない、この土管入ったら粒からね、ここで右こっちでしょ、こっちで、なるほど、ここでデカキノコが出てくる。やったいやどうもありがとうございます。このコース本当に罠が秀逸でね、絶対に読めないと思うそれじゃあ今日もご視聴ありがとうございましたと思ったんですけど、最近ねちょっと面白そうなの見つけたんですよね。 Don't push my ボタン、おそらくですけどサムネを見る限りね P ボタンを押したらいけないコースだと思うんですよね。いやこのコースめちゃくちゃ楽しそうだなと思って早速やっていきましょう。いやこれ気になってね速攻ダウンロードボタンポチって押しててね、いつかやろうって思ってたんですよ。あ、なるほど、さらにあれか40秒以内にいかないけんパターンね。でもさ、そんなに難しくないと思うんだよな。 B ボタンを押したらいけないだけでしょ。あ、よし、うまい、これ一発でクリアするよ私。これあれだよ、フラグじゃないからね。あ、よしよしそして次は、うわ右か、右ここ、いやそれじゃあこっからだね。こっからこの一番右上のところに行こう、こっち。そんでどこ、え待って、いや行き方わからんくないここ。っていうか P 押したらどうなんのこれ。P 押したらダメなのかな。P 押さないとダメなんじゃないのここ。ねえ思わない。この P 押さないと鍵取れないみたいな。ほらほらほら。P 押さないけんのやんか。でも多分ね一回しか押したらいけないみたいな、そんなんじゃない。一旦ここで P は押さなきゃいけないと思う。ここ。そして上の鍵取ってすぐ右下のドアに入るみたいな。だってそうしたらここ入れんもんね。いや大丈夫、時間。じゃあ P 大人リアンダンで、ほっ早く早く行こう、ほっいけるいける。なるほど、 P 押していいのか。でここは左、何待って、
時間がなるほど、最後が難関だね、ここだって。ここの鍵取ったらすぐ右に行く。やった、うまい。今あと何秒、待って、あと何秒。ここは P 踏むでしょ、きっと。踏んでしまう、いや、うまくない、今の。やったいや、最後の隙間結構うまかったと思うんですけど、どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。